最初の4分近く点が入らなかったイーグルス、いい形で点が取れました。ジャンパーどうか、決めていきました斉藤です。会場からどよめきです。昨日10得点を挙げました。斉藤の3です。来ました。さあ早い攻撃、斉藤。斉藤これでもう今日7得点ですか。ドルフィンズも選手を変えてきました。斉藤を運んでいく。レイパークスジュニアも入っています。斉藤のスクープショット、会場からどよめきを何度も起こしています。斉藤インブール、斉藤をもらう。力ファイトオーバー、ノールックでパスが渡った菊池。さあ斉藤が行く、エサトンに入るがファールになりました。ランダルのファール。さあ一方イーグルスの守備、まあ、ここも斉藤の前が少し空きましたが、キックアウトしてクラーク決めた。前半は4分です。斉藤、さあキャプテンの斉藤からエサトン、キックアウト回して張本、斉藤の3決まった。これがキャプテン。まずはボールをしっかり入れたいドルフィンズ、勝ち越すか。なかなか出せない、なんとか出た。エサトンから斉藤決めました。そして残り3秒。